ありがとう。ミヤビームに寄ってったらよかった。可愛い、ありがとう。お腹だいぶ良くなってたよ。本当？本当に私出てたなって思ったんだけど。初どうもありがとうございます。で、いや、あのね、でも、耐えたよ、今日の手紙は。アイちゃんありがとう。クッキーありがとう。セリム綺麗だったよね。ね、びっくりした。かきれな推しだから見えてないか。わかんない。わかんないよ。小指集中、あ、そう、小指、みんなね、立ててくれて嬉しかったです。アンコイシュー、なんか、やだやだ、やめてください。バラありがとう。クッキーありがとう。クッキーありがとう。そう、結構耐えた。あの、なんか、どこまで行った。まで行ったけど。うちマジでさ、なんかちょっと本当に私下手なんですよ。制服の目楽しいよね。こんばんは。生誕でもペンライト企画ね。おんぱいありがとう。ねっ、かきれいな、マジでさ、本当に今日公演入った知り合いが、え、嬉しい。でもね、今日ね、結構まあ2人ぐらいだけど、なんか歌うまいねとか、歌よかったよって言ってくれる方多くてっていうか、がいて嬉しかったです。何言ってるのか分からなかったね。やだ、耐えてる花が見てた。本当？学級委員長やってたけどね、あの頃とはね違う。私は一番の頑張りどころは MC、 マジでそうだよ。今日 MC は自己採点で何点、まあでも滑ったので良くないですよね。ああいうなんか私、あの受けるのとか苦手なんですね。あの、なんか受けを狙って何かを言おうとして滑るのが大体なんですよね。なんか受けを狙ってっていうか、今回ばかりは受けは別に狙ってないんですけど、なんか普通の本当のことを言ったんですよ。私は本当になんかこたつで足を伸ばしてですって言ったけど、まあ、え、出てくるの遅かったのはあれはちょっと衣装トラブルです。衣装トラブル、なんかあの足につけるやつが急に壊れて、そう、お、ありがとう花束、しっかり話してた。え、でもなんか何ちゃんと笑いで、そう、ちゃんとごめんなさいって言ったから大丈夫、謝ったので許して、謝ったから謝ったからって許してるのなら分かんない。そう、なんか急になんかリハの時は大丈夫だったんですよ。リハの時は大丈夫だったのに急に衣装なんか、え、これ落ちてくるんですけどって言って急いでやってたんです。おかしくないですか、なんか。そうそう、キャキレナにはね、今日はね、あの龍角散をたくさんあげました。そうなんですよ。でもあれより遅かったら出れなかったから良かったです。こんばんは、はなちゃんの歌のうまさ嬉しい。マイクも落ちたし、いや大変だったよね。なんかぶつかっちゃったっぽいよ。はなの歌ありがとう。めちゃ全然大丈夫で、ありがとう。メール着弾、あ、メールマジで今日短い。クッキーありがとう。結婚していいよ。そう、ブログ上がりました。ブログ読んでください。こんばんは。こんばんは。いやーね、本当になんかね、本当に今日楽しかったな。私の今日の、そう、こんばんは。うわ、みんな歌うまって言ってた、やった。私の今日頑張ったのはジェラシー、まあ急いで出ました。ナイ君、あ、まあね、クッキーありがとう。デレ感すごいからいやん、今日無理かと思った。あ、でも遅れますって言ったから、今日これありがとう、楽しかった、ありがとう。枯葉はもうドヤで歌ってほしい、それが許されたら。ジジ、ありがとう。ジジグーグー、肌ありがとう。お高めの焼肉という流れしてて、え、めっちゃいいな。ジェラシー早着替え、そうなんだよね。いや、他は全部着替え終わってたの、全然余裕で。しかも私下手から出てくるやつだから全然余裕なんだけど、そうなの。ミュービーム外客すごいよね、ずっとそうなの。あれずっとできるけど、なんか今日のために頑張ったって言ってた、一応頑張ったって言ってたけど、あの
入った時のストレッチの時からめっちゃ柔らかかったの。 MC の滑りあの話も好き。えでもみゆちゃんもなんかえめっちゃ鼻滑ったんだけどって言ったら、えみゆ笑ってよって言ってくれた。クッキーありがとう。枯葉って言ってくれて嬉しかった。そう、枯葉って言ってくれる方多かったから枯葉って言いました。花ビーム来なかった。花ビームマジでさ意味わかんないこと言ってよね、このあれなんだっけ意味わかんないこと自己紹介でも言いました。ほらありがとうございます。さっくんにそのままの花なんで歌ってほしいと言われて優しいと、あーありがとうございます。あスライド確かにあのポジションですよね。 MC でドヤカレハカレハが完成に、えみゆちゃん狼とプライドねできてない。 あマジですこんばんは。まあじゃあ今度説明する。自己紹介全然良かったと思う。本当よかった、ありがとう。おかしい本当にでした。いやめっちゃだってこないださ目合わせたのに目合わせ合ってないって言われたから今日は結構行ったんですけど気づいてくださってよかったです。でも前の方にいたから分かったよ。こんばんは、MC は今日みたいでいいと思う。あ本当自己紹介めっちゃあわあわ、うんあわあわしてた。こんばんは。そう長字角長字こういう形なんです。でうちって今3人じゃん。じゃあそううちが3人だからっていうこと言うとなんか複雑な家庭って思われるからあんまり言いたくなく言わなかったんだけど毎回面白い。え本当塾長祭がメインだったから次は花の、あでもお見送りの時に分かりました。りなちゃん賢い、いや本当にありがたかった。りなさん演歌みたいに聞こえてくる。え私演歌みたいな音試しにストレッチ、えマジでできない、マジでできないの、マジでできないからちょっとね、今度そうやってやってる写真送るわ。さっきまで倒れてました久しぶりに流し角、流し角って言わない。こんばんは、こっちゃんの人本当にね楽しみだよね。こんばんは、キンキンラブリー、こたつの話題。そうあ見えてた、うちはこたつを理解できた。小指何人くらいいた。えでも結構いました。結構こうやってやってくれた、嬉しかった。何人くらいかあんまり数えてないけど、そうしちゃったらありがとう。自己紹介 DMM やだん。そうゆうにゃん第6回、そう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 なの、そうなの。お見送りで気づきました、いつも同じ服、面白い服あるそうだよね。ありがとう、お菓子大好き、ありがとう。これレインボースターって言うならレインボースターありがとう。小指するの忘れた、キュンキュンのぶりキュンキュンのぶり、小指してよ。好きな自己紹介しに行きます、え来てください。クッキーありがとう、出るかに、そう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 、距離感すごく、あねえあれだよね、一番最初の人だよね、お見送り違う、クッキーありがとう。今日もトップバッター、そうだよトップバッターだった。公演お疲れ様でありがとう。一人用めっちゃいいな、レインボースター覚えた。あ本当レインボースター。でも今日も声出てたのかあんま分かんないんだけど、え本当にね小指メールするって言ったのにめっちゃ忘れたの、ごめんなさい。でなんか結局送れなくてごめんなさい。お見送りでうちは見されてよかったよ、嬉しかったです、ありがとうございます。指立ててる人なんですか、ブログは忘れてない。今日はいね、ありがとう。今コハクからコハピから泊まりの連絡が来た。何時うち泊まらないって泊まろっかな、覚えてたら本当に。えでもみんな覚えてるって信じてたから。17日花なんいないよもう。そうあありがとう、早く小指したいから。ここはここは生誕来てよ、みんなみんな、ほぼ最後でした。お見送りって楽しいよね、ハートありがとう、ハートありがとう。そうご飯あーだらん、あそうあスタバも来るって10、そう10とか言っちゃったけどなんかコアビがバレンタインくれるらしい。クッキーありがとう。ココア生誕絶対やっててくださいよ、初お前ありがとうございます。こんばんは、あ指差しした、だって
遠かったから、遠かったから、あの気づいてますよっていう、ご縁お疲れ様ありがとう、コハちゃん生誕申し込み、はい絶対申し込んでください、今日コハピの説明をしましたおもろい、ハートありがとう。そうバレンタイン、バレンタインの日じゃないけど、クッキーありがとう。えマジでやっててよ、23日、ゆっくりで人流れるから、メンバーえらもう全員に目合わせてるつもり、指差ししてるのは分かった、そう指差しでもね、結構いろんな人と目合わせた気がしますよ、あのちゃんとあの黄色と黄緑振ってくださってる方と目合わせてました。あ、知ってますよ、コハビっていうメンバーがいた、コハビさんいたのは知ってます。仕事なんですか、まあそれならしょうがないけど、絶対当たってよみんな、ココハの生誕だよ、ユアちゃんさえ振ってたって、まあしょうがないよね、ユアちゃんの誕生日だもん、ユアちゃんの誕生日、ハナちゃんと目を合わせられないココハとこっちゃんさえ振ってる、おいや、まあ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 、まあ、いいですよ、私の方に入ってほしいので、そうだねそうだよね、下手に来るたび、え見ました、ユアニャンさえ多かったね、そうだね、ここまで来たハートさえ、あ振ってましたね公園行きたい、来てよ、ユニット以外はココハさえ振ると思う、うんそれでもいいと思う、コハビってこうやってるたびに浮かぶんだ顔が、お虹ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、今夜の晴れでめちゃ地味さん、今日はだって舞台メイクですから、あ全然いいよ全然いいよ、そんなそんな、サイリウムの色とかは花南ビーム出したと聞きました、まあ花南花ビームみたいな言いましたね、生誕だけどこっちゃんの初日だから全然いいよ、仕事なの、まあそうだよね、だって月曜日だもんね、祝日だとはいえ、クッキーありがとう、楽しみだな生誕祭、そうさつきちもなんです、こんばんは、楽しみめっちゃ、けどもう制服のめ公演不足、えわかる、えでもね私なんかありがとうこのお菓子、ご飯振りすぎてしんどかった、あまあ指痛いね、あ金曜日だって、金曜日だった、間違えた間違えました、とても好き、あよっと、あ金曜日だって、ハートありがとう、あれ待って何の話しようとしたんだっけ、なんだったっけ、あそう私なんかやればやるほど最初の4曲がどんどんきつくなってくの、どうしようって感じ、ハートありがとう、クッキーありがとう、もしかしたらいろいろ付け出そうと思って付け足してるからどんどんきつくなっちゃうのかもしんないけど、なんかどんどんきつくなってくるのってでも楽しかったです、結婚していいよ、クッキーありがとう、万華鏡ポーズ、来てください SKE 劇場、制服の目でぜひ、最初の4曲マジやばいよね、あれ初もありがとうございます、なんか本当に年を感じちゃうの、どうしようって感じ、アンテナ楽しいよね、わかる、チョコの棒ありがとう、アンテナ楽しい、いやアンテナ楽しいんだよ、楽しいけどめっちゃ体力使うね、詩人マジできつい、しかもあの服がだって制服の上にコート着てるじゃん、マジで暑いんですよ、クッキーありがとう、そうビームと一緒でした、シェイプアップしてた、ほんとほんとにほんとに止まっちゃった、そうシェイプ、あもう違う、めっちゃほんとにアンテナね楽しい、え違うんです、なんかやっぱりお腹見ててよって言われた、重ね着、そう重ね着がきついんです、しかもなんかあれめっちゃピチピチっていうか結構なんかみんなそうなの、着込んでるからめっちゃ動きにくいの、フォローありがとうございます、だから練習の時にめっちゃでかく動いとかないとなんか手とかあんまり動かないから、そう暑くなったらもっと大変、ほんとそれな、初もありがとうございます、でもクーラーとかつかないんですか劇場って、でもなんか妹からねこれ配信で食べてってお菓子もらった、おばあちゃんからもらったらしい、
おまけ見てた。やだやだ。あれ、メガネ落ちてた。でも誰かわかんない、鼻あんま知らないけど、なんかあ、メガネ落ちてるって2列目くらいにいるときに見て、メガネ落ちてんじゃんって思ったから、別に SKE のところで丸を作ってほしいな。丸丸丸、エアコンある。え、そう、ココハとさ、あっち向いてほいさ、あれさ、ココハ間違えたんだよ。あ、みやみちゃんが落としたの？そうなの？まあ誰も転ばなかったからよかったね。ピックか。夏は客席寒い。あ、そうなんだ。かきらだね、マジ頑張った。メガネ前、自由に下手に落ちてた。そう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 、いやマジで愛子だ。そうだよ、愛子だったでしょ。近くで見てた人わかるでしょ、愛子だったの。でもあれってね、花がね、花がチョキ出してココハがグー出すって言ってたので、なんかこのあっち向いてほいは自由みたいな感じなのね。なのにって動かないから、ヒル確かに声出したら大丈夫ってなったよね。普通に考えてびっくりしちゃった。ココハが初期出してってみやちゃんマジでお人形さんみたいだった。え、ゆうには負けてたの？うんだよ、僕のココハ。うんだ、あの衣装をメモってきた、誰のか。これ美味しいね。頭4曲は紀藤さんで、万華鏡は分かんないけど、見てないけど、あ、初見さんです。ウィム元気だよね。これから SKE のためにずっと頑張ってください。はい、頑張ります。紀藤、人を守って書いてあります。で、なんだ次の衣装は。万華鏡終わった後が、あ、緑のやつ、加藤ルミさん、加藤ルミさんだっけ。ミヤミヤの時マイクやってたね。どういうこと、どういうこと。あ、マイクやってた。緑のやつ、そう、緑のやつはそう、加藤ルミさんのでした。で、加藤ありがとう。プールが新海さん、岐阜面、すごい岐阜つながりじゃん。そう、水のないプールは新海さん。いや、いいでしょね。花似合うよね、意外と。似合うよね、なんか緑でよかったって思ったもん。そう、新海さんの衣装でした。で、何見せて大丈夫な、何が、アンコール衣装が桑原さん。かきれな配信知ってるよ、泣いてたの。よしよし、してあげますよ。声が特徴的だ。そうなんだ。あ、ダンスの先生の、そう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 。マイク近づけてた。あ、そうなんだ。そう、
はいはい、みずきさん、うん、でした。そう、先生の、そう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 、それ今日私も知ったんですよね。ゆきありがとう。もう知らなかったの、全然知らなかった。だってさ、先生たちみんなローマ字でさ、名前名付けなんだもん。あや先生でしょ、だって AYA だもん。あや先生の人も出てよ。待って、こないだ見た、こないだ見ましたよ、あの保護犬のやつ、元 SKE 桑原瑞希って出てたもん。見ました見ました。なんかゆみさんのための番組だったな、すごい。みなきさんはダンスも上手いし話も上手い、素晴らしい。じゃあゆみさん、なんかママとみたいなびっくりした記憶がある。全然違った。桑原さんがメンバーにいたら研究生半分やめそんな厳しいんですか。万華鏡アク MC のことで泣いてないか心配で、みぎめありがとうね、泣いてないよ、楽しかったから。あ、待って、勝手になんかお茶予想されてるいろいろバトってます。そうなんだ。でも綾先生見てるだけですごいと思うよ。確かに綾先生、ね、ダンス一家なんだなって思う。ハートありがとう。これは普通にここ見せればいいやん。濃い茶美味しいんです。この私さ、緑茶なんか苦ければ苦いほどいいっていう気持ちなんですよね。公演中水分補給してるよ。いやマジ SKE ってね、いいよね。体育会系 SKE って結構本当に運動できる、いいよね。なんか長生きできそうだね、こんな運動してたら。そう、花の好きなやつ、これ濃い茶、しかも伊藤園、松井さんアンダーで成功の、すごっ、かっこいい。いやでもかっこいいな、そういうの、そういう人になりたいですね。てか見て、花の呼吸せ、じゃあ花マジで我慢したの、なんかユアが泣いてると思って、ユアには泣いてたよねちょっと、だからなんか、うん、我慢。特茶は飲まない、ちょっと高いから。分かんない、特茶って高いイメージがあって飲まないんです。そう、ユアにはちょっと泣いてたから、なんか主役がこんなちょっとだけなのに花が泣くのは良くないはなちゃん歌上手ですか、ありがとうございます。キュンキュンラブリー、初音ありがとうございます。え、花やばかったよ、だからこうやってってなってたけど我慢できたの、え、偉いでしょ。そうそうそう、それからそうそうなの、そうなの、うわ、え、そうそう、ユアユニンのお母さんの言葉選びが素敵だったね。あー、そうね、そうね、え、何、え、うるうるしてたの知ってる、やっぱ声落ちゃう、うん。え、何このギフト、何これは、なんか何これそうね、 AKB、 そうだね、ルッキーありがとう、こんばんは。何かねお母さんがね、ね、そう、いや上手だ、なんかすごく良かったよね。
何欲しい。そうなの。だから春もなんかいい。あ、清水なんだ。清水。こんばんは、初見さんありがとうございます。ハトもいっぱい、ハトも二人ありがとうございます。受けようかよ。読み出さ、え、うまかったね。え、それな、うまかった。だからハノもさ、上手に読めるようになりたいんだよね。ココハンの時は泣きす、うん。ヨアで、ああなったから、ってことはもうココハで泣くかもね。でもおとなしく泣くから大丈夫。ココハちゃんの手紙、ハノが読みそう。本当に？マジ？ハノ先に読んじゃって泣いちゃうかもしんないよ。あ、でもそれでココハも泣いてカオスっていう状況を作る。おとなしく号泣。ハナちゃん読むと思ってたけど、そのか、え、わかんない、まだ何も知らないんです。だって前日その手紙読むのとかも昨日起きた連絡、誰が読むかとか。だからクッキーありがとう。おとなしく泣く、そう、おとなしく泣きます。ココハへ、お母さん、お父さんみたいな。文章作るの下手なの。おとなしくなく、そう、クッキーありがとう、はぁはぁい、全然、そう、全然くらい、そうそうそう、何か役割振られるかな、振られたいな、でもココハだから勝手に私結構ココハのこと好きだから。まあココハはどうか知らないけど。こんばんは、こんばんは。自分の時やばいよ、号泣するよ。ケーキ係、ケーキ係、勝手に読んじゃう。読みで立候補するしかしたいけど、え、そういうの立候補制なんですか。でもココハが嫌だったら嫌じゃん。ココハは誰かに読んでほしいっていうのがあるかもしれない。読みで回ってこないんじゃないか。え、そうそうそう、これ言われた、ココハにも。はな、おはな読んだら絶対先に泣くでしょって言われた。 100% 手紙読み、マジ。くるみん生誕の時サックが手紙担当でめっちゃ泣いてた。そう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 、思いっきり自分の時は泣くと思う。お手紙読む人は泣くのはダメ。そうなんですよ、そうなの。でも今日我慢できたから、うん、いけるかも、わかんないけど。生で見ました、ありがとうね、こちらこそ。うん、ケーキ落とす係、ああって。1年目はどうなんだろうね。生誕祭、お手紙読むの生誕委員が、あ、そうなの、そういうものなんですか。そうなんだ、オンデュール、何られる。今日ボジャー変更があったメンバーは昨日一日だけですね。違う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 。はい、じゃあ自分の時は誰に読んでほしい。ココハ。ココハ。じゃあ、花のお手紙ボックス係。あ、いや、いや、あ、作る、そうね、今作るもの。なんか。ココハが。読むの上手。そう、なんかそういうセリフとか言うの好き、ココハが言ってるのが。そう、出演しないかもしれないけど。確かに歌声絶好調ですか。枯葉のステーション聞きたいなと思った。ほんと、もうドヤドヤ枯葉のステーションになりますよ、マジで。研究生の1年目は別かもよ。何が何が。枯葉が風にひらひら、今のケーキは仮に落としても大丈夫ね。でも落として客席に行っちゃったらどうしよう。あーあーあああって、あのケーキ重そうだよね。ねえ、ココアマジで喋るのうまいよね、わかる。ココアの喋りってスッて入ってくるんだよね。あ、読みて。あ、でもだって今日やってたじゃん、同期同士。昔一回だけ見た制服の面の枯葉は、あ、そうだね、拾ってあげます。
そう、ココハです。最近ココハがなくし、あ、ココハじゃん、ココハじゃなくてっていうのもおかしいな。こっちゃん、こっちゃん、みゆちゃんあたりかな。キュンキュンラブリー、ハートありがとう。そう、こっちゃん、ココハとか、さつきち、ミヤビームとか、そこらへん。昨日もだってご飯食べに行ったよ。昨日ココハ、ココハじゃないこっちゃんとミヤビームと、違う、ミヤビーム行ってないこっちゃんとこっちゃんとみゆちゃんとさつきちか。そう、最近一緒に練習してたがビームは万華鏡だと思ってた。あ、ほんと？そう、万華鏡だよ。おいらのこっちゃんじゃないし。普通はセンター委員がリクエストするけど、1年目だと本人リクエストか運営が決めるかも。ああ、なるほどね。確かに運営が決めるかもね。思い出以上見たい。え、もう思い出以上ちょっとやってみたい。まだ別れたくない、まだ別れられない、まだ別れたくない、まだ別れられない。ココハの思い出以上良かったよね。蝶ネクタイとか、え、確かに。こんばんは、中学生のママ。え、中学生のママ。あ、そっか、2人は中学生。まあ、こっちゃん高校生だからさ。ニャニャが万華鏡じゃなかったのでほっとした。そうね、踊りながら歌うの、え、上手だよね。わかる。こんばんは。カラオケね、カラオケここにはないんだよ。そうだけど、あれです、ダムには入ってるの、普通のカラオケのね。今日、昨日のお告げ通り本当に万華鏡だったねまあな、神の声が聞こえたんですか皆さん。別にスライドしてて、確かに結構変わってたかも今日。で、どうやるの見てみて。なぜだか、初めから分かってた、終着駅に一人。生で見ると身長、あ、確かに鼻チビに見えるよね。予言、そう、予言予言予言、お次は知らないなおいらが神です。だって今日、今日、え、そうなん、許可さんね、似合うよね。アンジュさんもすごく似合うけど、許可さんも似合う。みやびちゃんとか枯葉のカバンに入るんじゃないの、あれ。入って持ってけそう。はぁです、ずっと待ってたのに言いたい。でも万華鏡のソファーで持っていく魅力があるんだって。ありがとうございます。いや、嬉しい。ちょっとどうやってます。あー、アーカイブ配信、枯葉の石、あー、多分そうだと思いますよ。そう、かなり細いですよね。だから私はやるのは絶対にくるみさんかココハかこっちゃんだと思ってた。そのメンバーがやると思ってました。クッキーありがとう、こんばんは。そう、絶対そういう身長高くてスラッとしてる子がやると思った。分かってた終着駅に一人。今日これね、生ハヤちゃん見て嬉しかったです。楽しかったね。今日みかんじゃない、楽しみ。うん、花が言いたいことが、今日の未完全に映ってるかどうか分かんないですよ。2度目の方もありがとうございます。あと、ありがとう。岐阜のステーション、岐阜駅やん思い出以上、確かに思い出以上。いや、そう、ロキポはなんか火曜日って言ってましたよね。これでどうやろ、花の枯れ葉が風にひらひら、こうやってなんか予告見たら、もしかしたら
来週とか続くんかなって思ってる。毎回鼻かいね。だしょうがないじゃん。だって鼻が良くないよ。鼻が泣いちゃうからよくない。意外と何でもいけるね。あれはが風にひらひら風に膨らむ。可愛く真っ白なスカート。でもレッスン風景映ってたけど花いた？花いたってのか。歓喜ありがとう。歓喜ありがとう。ありがとうって何？拳で加点。拳で加点。花ちゃん歌好きなんだ。今日の声、ね、あやった。それはよく言われます。歌好きなんだなって。泣くから取れ高あるんだよ。あいた？可愛い、ありがとう。 To be continue の可能性は高いですね。かなり。だって劇場のリハーサルとかの映像は全然なかったから。そう、映る機会が多いのはとてもいいこと。泣いてるシーンしかイメージない。確かに泣いてるとこしか映ってないね。完全に泣きキャラ。ハートありがとう。なんか花ってさ、うまく喋ろうとするとさ、なんかうまく喋ろうっていうか、なんか人前で喋ろうとするとさ、なんかあれだ、何ですかってなるんですよ。クッキーありがとう。最近あんまり泣いてるイメージなかった。あ、ほんと？オオカミとプライド、花ちゃん誰とコンビがいい？花ちゃんは誰だろう。誰がいい、誰がいいかな。誰ってやりたいか。うん、花やりたいっていうより見てたいからな。いいこと。これがアンさん、あーな気がするね。なんかアンさんのインタビュー映像がこう使われてたね。ありがとう。これ推してるファンにも知ってもらえる。確かに。そう、泣いてるかどうやってるかめっちゃ真逆。あ、確かにさやちゃんいいかもしれない。そう、上がり症っていうか、なんかどうですかとか、そういう喋り方になっちゃう。どうですか兄さん。あ、私はって今日どうどうしてなかったと思う。本当？ビーム。花なんよく泣く、歌がうまい。極端だね。なんか MC の練習今日したかな、わかんない。打ち合わせはしました。うますぎて毎回に焼けちゃう。嬉しい。さやちゃんと見てみたい。やっぱりさやちゃん、そう、なんかやってるよね、その話し方。どうみよびん、どうみよびちゃん。皆さん、みよびんから例の例受けたいですよね。こういう喋り方じゃん。わかる。なんかなんかそういう感じじゃない。もっと大きい声で受けたいですよね。なんか見たいですよねって言ったつもりなんだけど、なんか早口になりすぎて見たいですよねって聞こえる。見たいですよね。じゃあお願いします。なんかインタビュアーみたいにしたかったから。何なんですか。え、そうだよね。なんとかじゃないですかって言ってるよね。ね、それだ。声の反省会してます。そう、ショールームと喋り方違うの。ショールームは多分落ち着いてるから、なんか落ち着いてるし、なんか伝わった？こたつの話。なんか例えばだけどさ、ちょっと待ってね、これでやろう。例えば、汚っ。例えばこれがこたつだったら、こっちこっちこっちに座って、ここにテレビがあるので、テレビも見たいし足も伸ばしたいから、ここに座ってる人はこうやって入る、こうやって座るし、こっちの人はこうやって座るし、こっちの人はこのままこうやってやるみたいな、そういう話です。だんだん慣れてくるかな。だんだん客席に求めるときは確かにマイク向けた方がいいね。1,2,3 だ。そういう系だよね。そう、ショールームくらいの話し方、確かにそうだよね。お、流しか、そう、流しかく、わかるわかる。だって家のルールだから。うん、でも他に家のルールって思いつかなかった。なんかまあ確かあるんだけど、
力んじゃうどうやってるってこと MC でもそれでも分かる。え、なんか足が出るのははーい毛が薄かったもうなんかそう難しかったんです。でも分かんなかったの。もうなんか門限ないから、門限ないし、なんだろう、あ、そうフリップあったらよかった。門限ないし、そのあ、どうもありがとうございます。なんかまあ一個あるけど、なんかアイル君の餌を誰がやるかっていうので毎回なんかホワイトボードに書いて回してるんですけど、そんなんなんかさちょっと冷たい人間だと思うじゃん。話をやめようとしてる花ちゃんと逃がさないさくらなるほど、確かにああいうのが MC でいいの。ほんとよかった。何がこの足が臭い入れます。あ、でも足ママが足洗ってっていうかも。さくらさんめっちゃ拾ってくれた。誕生日の決まった食べるものとかないです、ないです。だって誕生日別に妹のしかお祝いしないよ、ほとんど。妹だけめっちゃお祝いするけど、ちゃんと話せなくても会場は楽しめるから。あ、ほんと？誕生日も決まったもの食べないし、別にクリスマスも決まったもの食べないし、なんだろうね。だからめっちゃ喋ってくれる、嬉しいです。 MC とか発音はありがとうございます。足洗ってくるって経験してなんもだから。確かに風呂敷ありがとう。そう、まあ楽しかった、掃除て楽しかったです。痛いよ。ブログ読んできた？やったん？あ、くるみさん、くるみさん川地、こんばんは。初見さんありがとうございます。伸びしろ、そう伸びしろ、伸びしろしかないわーってやつですね。きょ、いや、きょかさんマジ面白いですよね。話がうまい、ほんとに。無言より話がある方が、確かにそれはそうだね。あやか見るのやだー、恥ずかしいね。くるみは隣が水着だったそう、くるみさんとイチャイチャする場面多いです。今日はくるみさん写真と、はあ、じゃあ写真撮ろうって言ってくれたから、今日の劇場裏に呼び出そう考え、かきれなは喉が、ね、そう咳こちなくてたくさん話したから、そうだね。ブログの影めっちゃ綺麗でしょ、クラゲ。もうちょっと、こんにちは、ちょっと充電しなきゃ。そう、クラゲの写真めっちゃ可愛いでしょ。充電器、クミさんのモバメ、乗せてくれるかな。期待してもいいですかね。おい、そう、充電があと 10% らしい。おいしょ。クラゲ以外、うんとね、イルカ撮ってたんだけど、イルカなんか本当にあんまり上手に撮れなくて、イルカも一応撮ってたんだよね。あ、待って、音鳴った、充電をぐるぐるじゃん、言うてます。俺の推しがぐるぐるじゃん言うてんですよ。
充電音がぐるぐるじゃんなので。お、ありがとう手紙。え、レガさん配信始まった。そうそうです、そうです。イルカも撮ってたけどあんまり上手に撮れなくて、なんかイルカもだし、あとペンギンも撮ったんだけどあんま綺麗に撮れなかった。でもまあクラゲは最後だしって思って撮りました。そう、俺の牛のぐるぐるじゃんです。イルカはいるか、イルカはいるか、みんな、うん、ペンギン、そう、なな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 、なな、走れペンギン。え、なんかそういうのなかったっけ、ドラマみたいな。深海魚いた、なんか、うん、恐ろしかった。イラン人、別にイルカはいらん。いらん。あ、そうじゃん、曲か。なんかペンギン、なんかペンギンの作るドラマもなかった。そうそう、あ、それで見たことあったのか、走るっていうか花なんて。分かった、水族館行ったの、行った。曲名だった。おかしい。あ、それだ、ファーストペンギンだ、それだ。こんにちは。いや、ルカさんは何色でも可愛いです。もう金でも可愛い。私あんまり金髪の女の子って、あの、いや好きなんだけどビビっちゃうんだよね、ビビっちゃうんだけど、ルカさんなら可愛い。あと、ありがとう。花はやっぱりあの黒髪とかコケ茶とかの色の髪のアイドルが好き。日本のアイドルって感じの見た目の人が好き。走るペンギン、あ、そうなんだ、私聞いたことないかも、その曲。なんか曲名だけ見たことある。女の子金髪ボブ、いや黒髪ボブですね、金髪ボブじゃない、黒髪ボブです、黒髪ボブ。ほら、ありがとうございます。赤堀さん、あ、そうだね。え、大野さんも金髪だったの。やるかさんは何色も似合いますよ。はんちゃん染めてたけど中しか染めてないんだよね、外側は染めてない。うん、一回だけ染めたけどあんま似合わなくて、似合わないっていうか、なんかママに暗い方が似合うって言われたし、友達にもそうやって言われたんだよね、暗い方がみたいな。そう、かけらく今日いた、え、バツマルくんですよね、いました。まあ確かにどっちもいいんだけど、黒髪、やっぱり黒髪がいいです、個人的にはね。そう、マリコ様が、あ、そうなんだ、上からマリコですね、黒髪が似合ってると思う。まあ、私もそう思う、そんな染めたくないかもしれない。松本千佳子の金髪、松本千佳子さん、でも明るくない、結構髪の毛、あ、最近暗くなったのか、ちょっとさ明るめじゃなかった、違った、千佳子さんって。え、ショートにしたい、マジで。このくらいだと思う、いつも通りか。え、かわいい。え、こんぐらいじゃない？え、でもずっとこんぐらいだったよ。そのずっと入る前はそのぐらいだった。やった、かわいいって。ずっと入る前そんな感じだったから、そう、それにしたい。キロロン、若く見える、バズマルと一緒に握手会来てくださいね。え、わかるよ、今のアーシャぐらい、アーシャはもうちょっと長いから、アーシャはこのぐらいかも。だけど花が本来したいのはこのぐらい。
かもうこのぐらいこういう感じがいい。なんかわかる？こういう普通にめっちゃショートみたいな。可愛くない？だって。イエーイ。だってこれもさ花いいじゃん。結構良さげじゃん。もういい。切りたいじゃん。切りたいじゃんか。高校生は高校生はあでも高校生長かったかも。なんか長くてあの宿毛矯正習ってた、習ってたじゃない、かけてたからサラサラだった。だからそういう JK に憧れてたからこのくらいはあったかな。えマジ昇格しちゃう。髪の毛切りたい。かわいい、ありがとう。こっそり切ろうかバリカンで。えなんでですか。そう、かわいいよ絶対ショート。コハピはねあのウルフみたいな感じだよ。前髪こんな長いよ。あのコハピは見た目がちょっと男の子っぽいかも。中性的なんだよね。昇格したい。そう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 。え北野日向子さんみたい。ありがとうございます。アフロしてほしい。あ高いアイロン使ってない。あなんかああでも美容院で買ったやつ使ってます。なんか美容院の人が使っててめっちゃ良かったから使った。怖くて怪しいって言われる。そうなんか黒髪ね。コハピは金髪もちょっと混ざってるかな。なんか金と黒が混合してる感じだった気がする。なんかそうえそうコハピはずっと中学の時はだからずっとベリーショートだったの。本当に短かった。ここら辺だって買ってたもんだけど。あコハピがね。であれだよ、あ富田長子さんのくらいの長さめっちゃ素敵。あれやりたいです。そうコハピはウルフなの。確か前髪だけ違うな。前髪だけ違うか。スタバはスタバもウルフだな。みんなウルフかも。スタバもウルフ、あウルフじゃないな、ボブかなスタバは。で茶髪かな。なんか赤っぽい色入れてたんだけど、あなんかすぐ色抜けるから茶色っぽい。髪がありませんって。あります。こんばんは。そうえそうだよ、コハピはバリカンで買ってたよ。スタバはまあ乙女だね。ウルフっていうのはさ上をなんかキノコみたいにこうなんか上をこうしてなんか下が襟足にこうあるやつ、両手にはえだからね。そう友達髪短い子多いんですよね。長い子もいるけどね。うんそうだねそうだね。シャギーって何、シャギーってロングのミルクティーカラーじゃない。なんかコハビーこの間バイト先で、あバイト先潰れたって言ってた。エリアシちょっと剃ってるよね。何が何が誰が私わかんない。東京で会った同級生は長いよ。2人ともあのハーフなんです。東京で会った子たちは1人は韓国とかだったかな、もう1人は中国だったと思う。そうバイト先潰れたらしい。あそうだね、竹内のあゆみさん。そうだなんか潰れたらしいよ。コービー本当におもろい人生歩んでるんだよね。ありがとう。これなんかおもろいんです、あの人。なんか中学までめっちゃあの結構親が厳しめなのね、コハピの親が。だけど年々緩くなってって、あこう言ってたのは大学の子です。クッキーありがとう。そうなんかマジでおもろい本当に。
あ、そう、ワールドワイドなんです私。そう、ペナン日本人学校に通ってて、ペナン日本人学校の同級生だから結構そっち系の子多いんです、ハーフとかの。でもめっちゃ日本語は普通に喋れるけど、しかもめっちゃ頭いいです。もう背中によってダメージが怖い。なんか明日なんだったかな、なんかシフトの連絡したんだって、なんかあ、そう、なんか2月後半のシフトを送ったら突然だけど明日で店を閉めることになりましたってマジおもろい。倉本家とコハピの家が部活の中でも特に厳しい家だったのお、これありがとう虹色のベライト。そう、あ、でもなんかバレてチョコあげないかもお疲れ様ありがとう。そう、突然すぎるよね、明日店を畳むことになりましたみたいな。それで「クビですか?」って送ったら別のところに入れてもらえたっておもろいよね。こんばんは。どうなんだろうね。おもろいよね、潰れたのマジおもろいの。なんかでも、まあ、すごいよあの子は本当に。夜中にバイトして朝帰りです。そう、なんかそうバイト先でいつもバイト朝帰りなの、夜中までやって。全然いいんじゃない。もう今日はジャクルト48のアシェルメンバーの卒業。そうなんですか。あらら、キム君にありがとう。大丈夫、あ、たこ焼き屋さんじゃない、別、たこ焼き屋さんは潰れてない。たこ焼き屋さんじゃなくて普通に、でも結構給料はいいって言ってたかもしれない。そうだよ、だからね、すっげー、だからなんかバイト先で寝て朝帰ってくるって言ってた。朝帰ってすぐ学校行くって意味わかんないよね。意味わかんない生活しすぎでしょ。なんかたこ焼き屋さんともう一個っていう風でやってて、もう一個のが前別のもやっててさ、それも本当にすごかったあんまり笑わないであげてそうだね、そうだね、確かにでもなんかコハピ自身も、いや、あの店多分潰れると思うわみたいな全然人来んしとか言っとった。よかったよかった。でも私はちょっとそこで働くのはあんまり反対だったのでさすがにって言ってたから。そう、コハピマジで働いてる。なんかね、そう、なんかそう、中学の時にめっちゃ厳しくて、親が本当に厳しくて、コハピの親がね、まあ花の親も厳しかったけどそれよりも厳しかったので、どんどん高校になって緩くなって、で大学になったらコハピはまあ、ほぼ一人暮らしを始めたんだよね。そしたらもう爆発したのか知らないけど、本当に本当に波乱万丈なんだよ本当に。だってすごいの、もうなんか一人暮らしみたいな感じになったら、ここにピアス開いてる、かっこいいよ、でもここにピアス開いてるの似合ってるからいいんだけど。でなんか、お、クッキーありがとう。そうでね、すごいよ、コハピコラボ配信が楽しみ映さないよ、映さないけど。そんで古着が好きだからめっちゃ古着を買ってるんだけど、やっぱ古着ってちょっと高いじゃん。だからだと思う。だからいっぱい働かないと買えないからだと思うけど、でもね、似合うのがすごいんだよね。似合うのがすごいの。親には隠してた、絶対バレるでしょって感じだったけど、なんか隠してたっぽいここに絆創膏貼って隠してたよ。うん、いや、おしゃれ、おしゃれだよ。アメカジ系ではないんだよね。自分ではフェミニンお姉さんって言ってる。
なんかちょっと本当に、あ、なんだろうね、どういう、あ、身長高いよ、160いくつかな、結構ある。そう、フミニン、フミニンだよ。なんか本当に古着だけど、なんかセミニン、なんだろうね。そう、絆創膏で隠してご飯食べてたって言ってたよ。ストリートじゃない、完全にあれはストリートじゃない、女性らしいけど古着全部、なんか本当になんて言うんだろうね。でもあれは声の話してたのにだいぶ変わったやだ、だいぶ変わ、なんかコーピーは服は、でもあ、なんかこれを着こなせるのすごってなる感じ。そう、コーピーの話に変わってたね。公園は、え、私のねお気に入り話してもいい、公園の序盤のくるみさんとの、でもおめかしとかです、したくなるようなってところがこうやってやってくれる。あ、独特だけど地雷じゃない、ゴーベルじゃないそう、くるみさんとの絡みがあるじゃない、あれやばくない、でもおみくしとかしたくなるようなロマンスってのはなかなか、あそこも行っちゃうあそこも行っちゃうてか私多分さ、公演中さ、くるみさんのこと好きなのめっちゃ顔に出てると思う。さくらさんと絡むとこ、後半曲のさくらさんと絡むとこ、何の曲、何の曲、仲間の歌か、わかるでしょ、花がくるみさん好きなのめっちゃわかると思う。今日はね、一人だけハート振ってた方がいましたよ。いやマジで、私がくるみさんとさくらさんのこと好きなのが多分めっちゃわかると思う。手紙のことでもめっちゃデレデレしてると思うもん。なんか手紙のことってそんなめっちゃ笑っちゃダメなんだけど笑わない曲なんだけど、あんまりくるみさんとやるところめっちゃ笑っちゃうめっちゃ笑っちゃうっていうか、めっちゃニヤニヤしちゃうんですマジでやばい、マジでやばいです本当に。しかもえ、でもおめかしとかの時なんてね、ほっぺくっつけてくれるんだから、やばくない、普通にやばくない、普通に本当にさ、こうやってやばいよ本当に。マジでさ終わりなんですよ、かわいすぎる本当に。そうなんです、ニヤニヤしちゃうんですよ終わりなの。でもね結構面白い人なんですねありがとうございます。いやマジで可愛いんだよね。でさくらさんもねめっちゃ可愛いですよね。変わっていいよ、いや嫌だ、いいよって言っちゃったじゃん、ちょっと嫌だよあ、握手会で聞いてくれたら教えます。くるみたんかわちい、いやマジでくるみさん可愛いですよ。リハの時はでもおめかしとかのところはおはようって言ってくれるおはようって言ってくれるから、おはようございますって言って、くるみさんマジ可愛いよな、マジ可愛いんですよ、マジ可愛いんですよね。今日は大好きですって言いました。さあ、ありがとう、一緒に話、一緒なんだね、もういっぱい話そうねって言ってくださいました。かわいい、変わってください、嫌です。そうだよ、もうデレデレよ、やばいよね、私おどおどしちゃった。あ、くるみさん大好きですって、いくら出せば変わってくる、無理です。
危ない人や、そんなことないし。そうだよ、告白してる。え、そうですよ、くるみさんはジェラシーめっちゃすごいから、マジで、え、マジで買うかも。餃子せつなげステージパ、うんうん、マウント取ってくるのにそろそろ休みだって。メンバー内で恋愛はしないです。いやでもどうし、イチャイチャはするけど。マジやばいもんだって、可愛すぎ。あの顔が至近距離にあるって考えてください。生写真明日までだよ。だ、生写真のさ写真私今回一回も送ってないよね。そう、くるみさんのジェラシー目指してる。ジェラシーの2倍。マジでステージでイチャイチャしてくだ、しないでください。した方が嬉しいでしょ。先輩ってどんな感じ、年下に見えないの、いい意味で。フフフ、古いの生写真買う、買うかも。考え方がこっちか、本当にそうだと思うよ。グミさん、花ずっと待ってました。サインもらえるんですか。嫉妬します。くるみはらちゃん釣れた、やばい。わ、くるみさん握手会買ったの、いいな。くるみさん可愛いよな、本当に。実機の方全員可愛いんですよ、もう全員可愛い、全員可愛い、みんなマジ可愛い。くるみさんマジ可愛いな。さくらも可愛い、やばっ。DD やん、終わった。自分がね DD ダメって言っとるくせに DD やん。え、サックに釣られそうだった。まあ確かに分かる、気持ち分かる。アンズ、アンズさんも可愛いよね、分かる。料理も上手、分かる。あの結婚したい、別格。いや、くるみさんマジ可愛い。先輩たちにあれする、なんでですか。買いますね。確かそうだね、かわいい、みんなかわいい、みんなかわいいよ、それみんなかわいい、かわいい子に、え、最高の職場ですよ、当たり前じゃん。マジで今一番思ってる、女に生まれてよかった。 DD にも人権。リナさんもかわいい。リナさん生で見る方がかわいいんですよ、絶対に。写真よりも実際見る方が可愛い、しかもどんどん可愛くなってく。結婚していいよー、しっかりしてる。え、京香さんめっちゃ可愛い、全員可愛いじゃん。終わった。マジね、あー、おん、女に生まれてよかった。ちっちゃんちっちゃんちっちゃんでるるるちっちゃんちっちゃんちゃんってやっちゃうんだから。マジで女に生まれてよかったですよ、本当に。もうなんかアイドルになる、アイドルになる、その一応可能性はあるじゃん、その女性アイドルの。みんなからです。まあね、僕も母に出会えて男に生まれてよかったよ。やったね。バカすぎるってなんだよ。好きで4人のグループだから可愛い子だけども、ね、そうだね、可愛い人、本当に。ハナン可愛いって、いや、そんなことはないと思う。だってだって私はなんか、え、だって私のポジションって難しくない、後輩なのに年上みたいな、ほとんどの方よりも年上じゃん。ちょっとね、難しいポジションなんですよ。ディディでよかった。え、ハナンどこかに小さなおじさんが。やめてください。おもろい。生まれ変わったら SKE に入ろう。うん、それがいいと思う。可愛いは正義、本当にそうだよね、激正義、本当に正義。まあ、花ちゃんです、ありがとう。でも花ね、あのアイドル好きになってよかったなって思いました。そう、なんかアイドル好きじゃなかったらメイクとか研究する対象がないし、
なんかどういう風な見た目になりたいとかそういうのもなかったから、アイドル好きになってよかった。初めてのそうなんです、審査の呼んでないです。え、そうです、京香さんとタメです、同い年、後輩なのに姉、ね、そうなんだ、今までにお互い、みんなそうですよ、みんなそう。アイドルを好きになったきっかけはあれです、なんかうつの時にうつの時に見て、アイドル見て、あ、頑張ってる、感動、私も頑張ろうって。今日の最年長、そう JK は対象外でいい、え、大丈夫ですアイドルのおかげで自分を磨く、え、本当に。だってさ、アイドル好きな女の人ってさ、可愛い人多くない？あ、レインボースターありがとう。アイドル好きな女の子は個人的には綺麗な人が多いなって思ってる。なんかだからそういうものだと思います。なんか多分最初は推してて楽しいけど、どんどん自分やんって、まあ私 SKE 入ってますからまあ私 SKE 一応入ってるんでそう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 、推しに似てくじゃん、やっぱり推しなんて言うんですか、タンタレっていうんか、タンタレじゃん。結構あの昔はタンタレだったの、結構ね、どやられてる半分解除したけど大体かわいい、え、そうですよね、そうタンタレなんですよ。私もよくその高校生の頃なんか推しの写真をストーリーにあげると似てるねってめっちゃ来たりしてたの。うん、かわいい、わかる。え、そう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 、そうなんです、女性の推し、推してくださってる方がなること多い、本当に。初お前ありがとうございます。ドヤキャラになってきた、ドヤキャラかも泣きドヤキャラ、なんだそれありがとう、お菓子。そう出てかわいい、マジでね。でもね、SKE に染まっていきたい、どんどん。待って、もう45分なんじゃん、終わった。からアイドル詰められて入った子も、やっぱそうだよね。え、あれもそうだし、矢吹奈子さんもそうでしょ。キュンキュンラブリー、ハートありがとう、こんばんは、ハートありがとう。そう言ってくれると嬉しい泣くかどうやるか、めっちゃ極端。仕事、私も明日レッスン、はい、ですけど、そうそうなの、どんどん好きが憧れになっていくんです、頑張りたいって。私もそうだった、泣きながらねそうですよね、矢吹奈子さんもそうですよね。今夜の終わり、カウンターの上がり方半端ない、あ、マジ。え、ね、握手会で言われたんでしょ、指原さんに、こんばんは。今度はファンに元気を届けるストーリーもエモい、ありがとう。明日も休みだよ、いいな、明日休日か、はなはなよくグッズで固めて、プリとか撮ってた側ですか。まあそうですね、グッズで固めて、ペンライト持ってプリは撮ってましたね。そうそうそう、憧れの存在にね、自分も近づきたいって思っちゃうんですよ。そのうち祭壇は作ってないけど、でも作ってないけど、そうだな、ここにあるのかな、今ないな。なんか写真めっちゃ入れてたのとかはある。なんかこういうのとかは作ってた。可愛くない？これ。
これさ、めっちゃあれなんだけど、ここに写真を入れて持ち歩くんですって。現場に着いたらこうやって写真撮る。これの中に入れた写真をペンライトと一緒に持って。可愛いでしょこれ。まあ今日が幸せなら頑張ります。推しの何は壁にかけて、そう、あ、タオルか、わかる、タオル、あ、でも壁にかけてない。そう、女オタなんです俺は。これ高価ケースだよね、100均とかに売ってるやつ。花なん入ってどういうこと、あ、花がこの中にそう、こういうのとか作ってたかな。そうだね、可愛いでしょ。で、あとは普通に写真をちゃんと写真入れるやつに入れてました。これは違うよね。あ、これはポストカード、ここにはポストカードが入ってる。そう、よく見るでしょ。だからね、交換とかするためにね、3冊くらい写真は持ち歩いてたんです写真の入れるフォルダに。文字だけのうちは私も作ったことあるけど、これでもエスキーじゃないからちょっと嫌な気持ちになったらごめんなさいね。ほら、これとかも作ったことはありますよ。私も写真機は手出さないようにする。初公開かもしれない。これはだいぶ持ち歩いてましたね。鼻筋が綺麗、ありがとう。鼻筋、花の鼻筋通ってる。あ、自分のじゃない自分のじゃないけど、そう、でも今全然いけてないからさ、あれなんだけど、全然いけてないっていうか、まああれですけど、そうですね、こんな感じ。そう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 、こんな感じで作ってましたよ昔入る前はね。見て、私の推しメンのサイン。そう、なんかこういうのあるんだよ、こういうの楽しかった。オタクっていいよな、楽しい。クラハナちゃんのやつ、あ、地引きです。これはすごいですよね、可愛いよね。自慢タイム、早くミキさんとこの順の話したいな。今日もミキさん自主練いた、しかも夜遅くまで、本当にすごいって感じ。オタク同士の話今日は1枚、まあね、そうね、そう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 、仕事で本人とつながれる可能性つなが、な、な、なんだろう。でも花、うーん、なんかあれなんです、あんまりなんか推しは推しがいいから。何味やかもありました、葵ちゃんのアカウントが。おしめ、はい、鼻滑り台して、でも鼻も鼻すで結構通ってるんです。じゃんじゃん、オタク楽しいよね、わかる。あ、マジで次何、いやでもアイドルが一番なんだよな結局。なんかさ、キャラクターとかって推しにくいよね。でも推しはつながりたくないとか言ってさ、普通にルカさんルカさん、ルカさんと、ルカさんとさ連絡先交換したいな。でもあんまりそういうの連絡先交換ってもな、でもなんか連絡先交換、うん、誤爆だけついじゃん、ね、確かに二次元は裏切らないね。二次元は確かに、でもさ追いにくくない、ちょっと。お、ジュリーちゃん、ジュリーちゃん誕生日一緒、花
同じメンバーだからいいや、いいのか、いいのか。ルカさんの LINE のアイコンとか気になる、めっちゃ。こんばんは。恐れ多いという気持ち、あ、そうなんです、恐れ多いんですよ。え、攻撃のキュンキュンだけで生きてきます。好きなアニメがあれなんだっけ、好きなアニメの名前忘れるってどういうことって感じだけどさ、忘れちゃった、またあとまた今度言うわ。お花から聞きの春、いや聞けないです。そうそう、ミキさん髪の毛めっちゃ可愛くて、髪の毛なんかね巻いてた気がする、巻いて自主練してた、すごい。そう、岐阜の大先輩、ルカさん本当に可愛い、ルカさん超絶可愛い、ルカさんマジで可愛い、オーマイガー可愛い、ルカちゃん、ルカさん可愛い、可愛いよねルカさん、まだ若いですよね、23歳とか。岐阜の仕事一緒になりたい。くるみさんも可愛い。くるみさん可愛いですよ。わかりました、ルカさんに会うたびに好きですって言います。好きです、好きです。え、京子さんも可愛い。好きの自分の、うん、多分岐阜の男性いっぱいいる。そうだね、そういうことだよね。え、可愛い、いや井上ルカさんも可愛い。知ってるでしょみんな、私が井上ルカさんの生写真を買ったことを。かわちいんですよね本当に。もう終わった、ディディ終わった、終わった、ディディやで、ハン人権ないかもしれんわ、終わったわ、連番する、連番したいよ、ね、好きが増えてる。え、でも確かにあのルカさん、あ、なんか K2 の MC に出た時にあのあれですよ、なんか冬香さんがなんか「ルカさんは壁が厚いので」って言ってましたね。さくらさんかわいい。でも新活動して裏を見て推しが増えるって、え、本当にそれな、何て書かない、ディディです、ガール口、はい、一番好きです。でも花はあのルカさんの顔が好みだけど、直接見て、いやルカさんはびっくりしたけど、直接見てびっくりしたのはこれリアルの話ね、あのこれあの別にあれだよ、あのリアルに、え、なんかアーシャーで見るよりめっちゃ可愛いじゃんってなったのはマキコさんとミキさんかな、びっくりした、綺麗すぎて、えっってなりました。どのルカなのかわからない、いやいや来たのルカさん、びっくりしたのマジで、そのそうマキコさんめっちゃ美人、マキコさんめっちゃ綺麗ですよ本当に、なんて綺麗なの、びっくりした本当に、そういい女なんですよ本当に。待ってもう56分じゃ、やばいやばいやばい、男女読もう、いやマジで、でミキさんも普通にさあすごく思うのが、ミキさんマジで綺麗だよね。いやマキコさんも、え、今日のブログ、マキコさんのブログですね、読みます。はい、じゃあちょっと男女読もうと思います。はい、13位、黒猫ちゃんありがとう。12位、かわいいクロミーちゃんありがとう。11位、メロンパイヌありがとう。10位、緑の牛うちわありがとう。9位、アマビエありがとう。
8位パンダありがとう。7位テニスボールありがとう。6位カリサムーゴさんのアバターの方ありがとう。5位リラックマありがとう。4位はあ鎌田さんのアバターの方ありがとう。3位はカニラスカルありがとう。2位はキョムヒヨコありがとう。1位は飛行機ありがとう。明日はレッスン明日はレッスン。あ、未完全リアルタイムで。いや、マコさん本当になんで選抜呼ばれるのか不思議なくらい本当に綺麗。明日レッスン頑張る明日レッスン頑張る明日レッスン頑張る。こちらこそありがとうございました。12時で自然に切れるまでやるかもう切っちゃうか。うわ初の男女初か。そうです、ミキさんに話ミキさんと早く話さなきゃ。未完全まで待機、私も未完全まで待機しようかな。言葉にできやしないおやすみみんな。明日はレッスン明日はレッスン、あれ緊急生の曲ってさもう題名は知ってるんだっけ。みんな寝坊しない大丈夫。明日の集合はちょっと遅め。伝えてくれるの伝えてくれるの嬉しい。題名は知ってるんだ。レッスン眠くなっちゃう大丈夫。いつもこんぐらい寝てる。知らないのか題名は出たんだ。ああうんうんうん。まだ知らないの。白くないように書いてた。そうなんだ。題名はさらっと出てるんだ、ね、そうなんだ。ぜひ発売されたら聞いてください。そうだね、お互い頑張ろう。あいやあと30秒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 。バイバイみんな、またなまたな。バイ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 。ああと2あと10秒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 。バイバーイ、またなー、おやすみー。